ターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋ゆきと篠原松橋です。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、ようこそギタ友ということでね、はい、ギターの友達、ね、はい、お呼びしたいと思います。はい、ではご紹介いたします。ギタリストの大沢瑞希さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速1曲、そうですね、はい、お届けしたいと思います。はい、デュアート作曲シャンソンです。どうぞ。先週もデュアートの曲を、あ、そうでしたね。はい、それはね、実は組曲があって「6つの友情」という、はい、まあ、6人のデュアート作曲家ですから、はい、6人の作曲家に対するオマージュという意味で書いてるんですけど、うん、それに僕はちょっとねこう、はい、ギタ友に合わせて、はい、6人で終わりかって言われてそんなことないですけどちょっと続いて、はい、前回のはロドリーゴへの参加という、今回のフランシス・レイだと思うんですけどね、フランスもののおしゃれな感じの曲でした。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではここからいろいろお話を聞いていきたいなと思います。はい、あれですよね、この番組始まって以来一番若いゲストですよね。はい、あ、多分私ちょっと年齢を知らなくてです ね、だってまだお酒飲めるかどうか聞いてみないと分かんない年だもん。そうなんです。13? あ、そうじゃないもうだからどうやっても一番若いんですよね。それでね、結構ね、今回ぜひ来てってお願いしたの、あるコンクール のなんとお披露目会で聴いた演奏が素晴らしくて ね、その楽園の、ね、裏でね、もうすごくすごく良かったよっていうのをきっかけでちょっと今回お願いしたんですけどね。ありがとうございます。ね、ジュニアギターコンクールっていうのでは最優秀賞を取ってて、はい、から、まあ、僕が住んでる神奈川県のね、新人オーディションっていうの、これも1位で、
その他いろんなね、あのコンクールに大体入賞してんだよね、軒並みね。すごいですね。そうなんです、ね、そういう顔が、はい、あの要するにってことはね、とても小さい時からギターやってたんだよね。そうですね。いくつからやってたんですか。私の祖父があの大沢和人でギタリストでしたので、はい、はい、その話また後でゆっくりも聞きたいと思います、はい、うん、なので4歳から、あ、4歳から、はい、そうですか。ギターを始めました。4歳の頃って覚えてますか。4歳の頃はあんまり覚えてないですね。幼稚園に行き始めた頃っていうような、うん、はい、うん、犬がいて幼稚園行かなかったことはよく覚えてますけど、まあ、はちょっとね、4歳からってやっぱり英才教育だよね、そういう意味ではね。そうですね、うん、はい、その自分でやりたいと思ったの。いえ、それはあの私からではなくて、実は母が、孫とそれから、まあ、祖父母の関係をもっと強めて、うん、あのなんですかね、こう孫を可愛がってもらおうと。そう、おじいちゃんに。そうですね。なるほど。あの祖父がやっぱりギタリストなので、うん、もうこれはチャンスだということで、うん、母があのギターを私に持たせてくれて、はい、あの毎週毎週あの神奈川の茅ヶ崎から練馬まで。あ、そんなに遠いところから。はい。それは大変。1時間半ぐらいかけてですね。それおじいちゃん高校だね。うん、そうですね。うん、はい。それがきっかけなんです ね、 ですね、最初に始めたのは。うん、はい。でも今までずっと続いてるって。ねえ、ね、すごいですね。途中で嫌なことな、うん、ないの。あ、あります。あ、わかるんだ。うん、でもそれはもう本当に小学校の時とかですね。周りがやっぱりこう音楽をやってるって言ってもギターをやってる子は少ないので。そうだよね。はい。うん、であの演奏をする機会とかも多かったんですけれど、その分周りからこういろいろ注意を受けたりとか、あの練習の量とかも。あの周りのちょっと比較されたりとかして、ちょっとそういう気持ちになることはたまにありましたが、うん、今は好きです。うん、楽しいですか。はい、あ、それは素晴らしい。でも楽しそうにね。そうですね、いいと思われたね。すごい素敵なんですよ。ね、はい、ありがとうございます。あのちらっとおじいちゃんのことでましたね、はい、大沢和人先生って言っても日本のギター界の草分けでね、あの僕も随分あのお世話になりました、いろんな意味でね。あのだから、あ、お孫さんだってんで、お、血筋は強いなとかなんかね、思いながら。実はこのギターも、だからおじいちゃんの祖父のものですね。あのすごく綺麗だけど、ね、でもね、結構いい年なんですよね、これもね。そうですね。ね、1963年かな。1963年、ね、生まれてない。生まれてないですよね。あのね、ギターのね、日本のギター界が今、いろんなところで50周年とかね、いろんなことやってますけど、ちょうど これそんなもんですね、50何年か経ってて、うん、要するにね、ギターのね、世界的にもね、名器がたくさん生まれた時期なんですよ。だからこの年代のギター、僕らの憧れ、ね、憧れのギターですよ。特にこの、ね、アグアドというね、はい、楽器はね、ビロードの音って言われてね、本当にギタリストはみんな、ああ、アグアド欲しいって。へえ、そうなんですか。ね、あの最初でもそんなあんまりしなかった？最初から、ああ、いいなと思った？あ、でもやっぱりこの祖父が亡くなってからこのギターをあの教室でですね、うん、ちょっと見させていただいた時に、うん、あの祖母が何か一つ好きな楽器を持って帰っていいよっておっしゃってくださってその時に、うん、全部弾き比べをして、その中から、うん、あ、やっぱりこれが一番いいなと思って。耳がいいですね。はい、で、うん、で、あの調べたら、あれ、アグアドだっていうことで後から知ったんですけれども。でもそれは確かだね、音が気に入るっていうのは大事なことだからね。そうですね。うん、そうですか。羨ましいですね。はい、じゃあそのアグアドのね、はい、音色をね、ちょっと、ね、はい、堪能させていただこうかな。はい、お届けしたいと思います。はい、それではご紹介します。バッハ作曲流徳美曲第1番よりアルマンドです。どうぞ。
曲アルマンドでした、はい、うん、なかなか素敵なちょっとバロック風の装飾がたくさん入ってね、はい、素敵なあれでしたね、はい、CD とかないの？あ、まだ作ってない？私ソロの CD はまだないんですけれど、うん、私の先生である河野智美さんがですね、うん、はい、この間バッハの CD を、はい、はい、うん、販売されまして、はい、その中の1曲のブランデンブルク協奏曲第6番に、はい、トリオで参加させていただいて、あれを3人でやっちゃうっていうね、はい、そう、そう、ちょっとどんな響きかちょっと聞、はい、ね、ちょっと聞かせていただきましょうか、はい、はい、こんな感じですか。ギター3本でなかなかしっとりとしてね、いい響きですね、うん、ぜひちょっとねお求めになってね、聞いていただければよろしくね、はい、お願いしますね。はい、はい、そういえば、みずきちゃんは学校を卒業されて、はい、もう通常なら社会人にさ、そうです ね、と思うんだけど留学するという噂を聞きました。はい、はい、はい、そうです、実は留学をします、うんうん、どこに？ウィーン国立音楽大学で、はい、はい、アルバロ・ピエリ先生に、ピエリさんとこね、実はこの番組でもね、はい、再三やってる、はい、僕の生徒の岡本拓也っていうのが言ってて、はい、で実はねこの間僕ウィーンに行ってきたんですよ。そうなんですか。行ってきたんですよ。それでね、拓也君とかね、向こうのに瑞希ちゃんっていうのが来るから可愛がってあげてねと言っときましたので、とても素敵なね街でね、はい、いいですね。何年ぐらいの予定ですか？6年で6年、はい、あ、もうそう、日本に帰ってくると浦島太郎みたいになっちゃわないようにね、うん、そうですね。情報を収集しておきます。はい、そう、なんかそれでこう夢のようなとかこんなことしたいとか。そうですね、やはりまず私が、小音楽大学に2年間通っていたんですけれども、はい、そこの大学に行った理由もやっぱりピエリ先生に習うためだったので、やっぱり念願のその一つ目の夢を今回叶えられたので、うん、次大学に入って、ちょっと何ですかね、ウィーンの街並みだったり、うん、それから他の海外にも行っていろいろな刺激を受けてこれからの活動を考えていくっていうのに。あ、そうですね。世界は広いですよ、はい、世界は広いですよ。それだけワクワク、ね、はい、楽しみだよね。はい、はい、頑張ってください。 ありがとうございます、はい、楽しみにしてます。はい、はい、それではですね、最後に今更ですがのコーナー行ってみたいと思います、うん、はい、今回の質問なんですが、はい、小さな子に長続きさせるにはどうしたらいいですか、うん、という質問が、ね、さっきほらお話でね、4歳からやってて、はい、全然嫌なことなったことないかって言ったら嫌なんで言ってたけど、こんなこと言われたらきっとちっちゃな子供はギター弾くの嫌になっちゃうななんていう、なんかどうですか？そうですね、うん、やっぱり練習をしなさいっていう風に、直接伝えてしまうのは気分を、もし乗らなかった場合はちょっと長続きしないかなという風に考えます。なるほどね。でもなかなか親にするとね、練習しなさいって言わないとしないもんね。そこは難しいところね。なので、例えば他のものに例えるっていうことをよく母は言ってくれました、はい、ギターではなくて例えば他の、プロでやられてる、何ですか、スポーツ選手だったり、それからまた音楽家の方だったり、そういう方が今まで小さい頃どんな風に、何ですかね、将来に向けて練習をしてきたかっていうことをギターではなくて他のジャンルで私によく話してくれました。それはお母様が素晴らしかったですね。ありがたいことです、ね、うん、僕は教師としての立場で言うとね、はい、やっぱり褒めてあげる、うんうん、褒めてあげる、それからともかく上手じゃなくても楽しんでっていうのを ね、 ね、一番でやっぱり長く続けることが何といってもこういうふうにね、そうですね、ね、はい、育つので、
はい、ですからぜひ褒めてあげてください、はいはい、ということでした、はい、それでは今週もお別れの時間となりました。本日のゲストはギタリストの大沢瑞希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください、はい、ホームページもねぜひ訪れてください、はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。Thank you.